100円ショップ店員あるある。ふざけんじゃないわよ、詐欺よ詐欺。いやでもこのクッション200円ってちゃんと書いてるじゃん。100円だと思って買ったお客さんが怒り出す。あと1つ選んでもらっていいですか。あ、すいません、2個セットで100円なのに1個しか持ってこないお客さんの多さ。すいません、ガッチャマンありますか。はい、ありますよ。チャッカマンですね。チャッカマンの言い間違いをするお客さん。お願いします、あるね。外国人が化粧水を爆買いしに来る。財布の中に1000円札見えてるんですけど、それ出してほしいな。一点購入し両替のため1万円札出してくる人、正直言ってやめてほしい。3本1セットのこのマジック、すぐインクなくなったんだけど、どうしてくれんのよ。100円でそこまで質を求めるか。すぐに壊れた、質が悪いなどのクレームを入れてくる人に突っ込みたい気持ち。お願いします。消費税が足りないよ。消費税を出さない子供。プロテインって置いてありますか。すいません、取り扱ってないです。100円で買えるわけないものを探し求めるお客さん。今テレビで話題のあの商品って置いてますか。あ、それは他の100円ショップですね。別のお店の商品を買いに来るお客さん。